こんにちは、ゆりななです。今日はダイソーさんのメランジを使ってスヌードを編んでみました。で、2玉もう丸々使い切りで結構長いものができます。で、今回は透かしを入れて軽く仕上げてジャンボかぎ針で編んだので、もうザクザク結構短時間で編めるかなと思います。で、私は2玉使って長いスヌードを二重に巻けるように作ったんですけども、サイズはお好きなような感じで大丈夫なので、もう一玉で終わりにしたいなっていう方は一玉で、で二重にせずにこのまま使ってもいいと思うので、好きなサイズで作ってみてください。はい、では材料です。今回はこちらダイソーさんのメランジ、こちらのカラーナンバーが785番、グレイシュブラウン、こちらを2玉使い切りで編んでいきます。で、かぎ針はジャンボかぎ針の10ミリを使用していきます。で、もし10ミリがない場合は7ミリとか他のものでも大丈夫です。できればジャンボの方がふわっと仕上がるかなと思うんですけども、もし編みにくいなという方は15針とか9号針でふんわり編んであげるといいかなと思います。でもそうすると大きさが違かったり、あとは手触りがちょっと変わってきてしまうとは思うんですけども、編みやすい号数で編んでみてください。できればジャンボかぎ針がおすすめです。はい、では糸処理できる分残して鎖編み20目編んでいきます。今回の模様は偶数で編めるので、もしサイズ変更する場合は作り目を偶数で作ってみてください。ではここから鎖編みを20目、1、2、3、4、はい、鎖編み20目編めました。で、次は中長編みを編んでいきます。まずは中長編み鎖1つで立ち上がります。ちょっと気持ち長めに出して鎖を1つ引っ掛けて、上から数えて1個2個目、今回は上半目と裏山を取って中長編みを編んでいきます。3本一気に引き抜く。で、最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいと思います。で、ふんわり編んでみてください。引っ掛けて、で次の目、かけて次の目という感じで中長編みを1周、私の場合だと20目編んでいきたいと思います。はい、中長編み20目編めました。はい、では次は2段目。2段目はまずは鎖2回で立ち上がります。1、2で編み地をくるっとひっくり返して、で根元がここですね、それの隣2目目に長編みを編みます。引っ掛けて1個2個目に針を入れて長編みで、これが最初の目になるのでわからなくなりそうな方はマーカーをここにつけておきます。で、次引っ掛けて今度は1目前に戻ります。入れてないところですね、1目目、ここに針を入れて、で長編みの交差編みを編んでいきます。で、今こことここに入れたので今度は次ですね、こことここで長編みの交差編み、長編み引っ掛けて前に戻ります。長編みという感じで端まで編んでいきます。一番最後の一つの交差編みでちょっと一番最後のところですね、ここを変えていくので、その手前ぐらいまで長編みの交差編みを編んでいきたいと思います。
はい、端の方まで交差編みを編んできました。で、最後2目残っています。まずは引っ掛けて1個2個目、このマーカーがついているところですね、ここに長編みを編みます。で、次は引っ掛けて前に戻ります。前に戻って長編みの未完成を編みます。2本取る。で、2本かかっている状態でさっき入れたところですね、ここに中長編みの未完成をします。引っ掛けて糸を持ってくる。で、今4本かかっています。で、これを一気に引き抜きます。で、これで2段目が編めました。ここに中長編みの未完成、中長編みですねを編んであげることで、ここがこうへっこんだ感じにならずに平らになっていくので、こんな感じで最後は編んでいきます。で、1段目2段目を繰り返しながらずっと編んでいきます。まずはちょっと長めに出して鎖を1つ、編み地をひっくり返して根元から中長編みを1つずつ1段目と同じように編んでいきます。マーカーをつけて、で、端まで1つの目に1つずつ中長編みを編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後がこのマーカーがついているところですね、ここに中長編み。で、次の段は2段目と同じように交差編みを編んでいきます。鎖を1回2回、交差編みをするときは鎖2回で立ち上がります。編み地をひっくり返して引っ掛けて1個2個目、2個目に長編み。で、マーカーをつけておきます。で、前に戻って長編みで繰り返します。またここに入れてしまうと目がどんどん増えてしまうので、最初の交差編みがどこに入れているかを確認して、ここに入っているなっていうのを確認するといいと思います。で、次はこことここという感じで、では端まで交差編みを編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。残り一模様ですね、一目飛ばして一番最後マーカーがついているところに長編みで前に戻ります。前に戻って長編みの未完成で、一番最後は一番最後の目、最後の目に引っ掛けて中長編みの未完成で、4本一気に引き抜きます。偶数段は一番最後中長編みの未完成を一緒に編んであげます。交差編みの時の最後ですね。で、次の段では中長編みなので立ち上がりは鎖1つで、交差編みの時は立ち上がりは鎖2回、中長編みメインの時は鎖1つで、ここの模様を編んだところ、交差編みのところは長編みメインなので鎖2回で立ち上がります。で、編み地をひっくり返してまた中長編みを1つずつで、目が狂わないようにマーカーをつけながら編むといいかなと思います。で、もしジャンボかぎ針で編みづらかったら15針とかでもいいと思うので、でもなるべくふわっと編んであげた方がこうつけた感じに軽いし気持ちいいしっていう感じになるので、7ミリとか、私は10ミリで編んでるんですけども、もうちょっと6ミリ7ミリでもいいかなと思います。なので編みやすいもので編んでみてください。で、まあ、6ミリは15針なんですけども、号数がやっぱり細くなってくると小さく
なってくると編み地もちょっとしっかりしてしまうので、ふわっと編みたいなという方はジャンボを使って編んでみてください。では1段目2段目を繰り返しながら、交差編みの目、交差編みのところと中長編みのところですね、それを繰り返しながらしばらく編んでいきたいと思います。長さもご自由なので、私は上に書いてある段数まで編んでいくんですけども、お好きな長さまで編んでみてください。はい、59段まで編んできました。で、そしたら最後はつなげていきたいと思います。一番最後は奇数段、模様編みで終わった方がつなげた時に綺麗なので、奇数段で終わるようにしておくといいかなと思います。で、だいたい横と1周が私の場合だと120センチで、こちらの幅が22センチになっています。では一番最後、模様編みで編んで最後の目ですね、鎖一つで立ち上がります。で、編み地をひっくり返して、どっちが外側に来るか中側に来るかで違うんですけども、外側に来る方、私はこちらの模様編みが表になっている方、表の面でこう編んだ方ですね、こちらを表にしたいので、これを中側にします。で、糸がこっちについてるので編み地をひっくり返して、で、そしたらこっちが糸がつながっている方ですね。で、こっちが作り目があるところ、鎖編みをした方の一番最初の方ですね。で、最後は巻きかがってもいいんですけども、私は引き抜き編みでつなげていきます。鎖一つで立ち上がっているので、このまま隣の目に針を入れて、で、こっちの鎖編みで作り目をした方の一番端、ここに針を入れて糸を持ってきます。で、このまま引き抜く。で、隣の目で、隣の鎖編みの半目残ってると思うので、こっちに針を入れて引き抜くという感じで、あんまり突っ張りすぎないようにふわっと引き抜き編みをしていきます。はい、最後まで引き抜き編みをしてきました。で、そしたら私はもうこれしか糸が残っていないので、このままこの中に糸を入れて一度キュッと引き締めておきます。で、このまま糸処理をしておきます。なので段数は人によって違うと思うので、お好みの段数、あとは糸に応じて長さを変えてみてください。で、こういう長編みとか中長編みメインで編んでる糸を糸処理するときって結構迷ったりする方もいらっしゃるみたいなんですけども、私の場合だと例えば引き抜き編みをずっとしてきたところだったら、引き抜き編みのところにこう絡ませる感じで、で、糸を割る感じで糸処理をしていきます。で、これだけだと心配な方はまた戻って、その時も糸を割りながら、あんまり引っ張りすぎないように突っ張ってしまうので、で、これで心配だったらまた行って帰ってとかするといいと思います。で、あとは糸をつなげたところですね、こういうところも同じで糸を割りながら糸
ト処理がしやすい場所にちょっと移動して、私は模様編みのところで糸をつなげたので、中長編みを編むとこ、編んだところまでちょっと移動させます。でそしたらこう糸を割りながら、であまり引っ張りすぎないように、でまた返っていく。でちょっと心配だったらもう一回、で反対側も、反対側は同じところだとちょっとゴロゴロしてしまうので逆の方とかでやったりしています。でもちょっと苦手だなっていう方は縛ってから編んじゃってもいいと思うので、やりやすいようにやってみてください。では他の部分も糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。で今回は二重にしてちょっとボリュームを出してみました。で透かし模様を入れているのでそんなに重くなく、でジャンボで編んでいるのでふんわりつけられるかなと思います。で例えばお子さんだったりとか二重にするのが嫌だなっていう方は一玉で十分だと思うので、二玉でこう二重にして結構ボリュームがある感じなので一玉でも十分だと思います。お好きなサイズで編んでみてください。では今回はダイソーさんのメランジ二玉を使ってスヌードを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。イリナナでした。